私たちがね一番最初昭和、46年ですか、はい、アメリカに春のキャンプ行ったんですよ、で最後のオープン戦やるためにサンフランシスコの、はい、球場で、ゲームやりました、はい、その時に初めて人工芝っていうのを、はい、見たんですよ、まあ、今からちょうど28年前ですかね、はい、それでうわこれが人工芝かと、その時の人工芝は今みたいに質が良くなくて、もう公式でも軟式のようにワンバウンドしたら跳ねるんですよね、高く自分の背の高さより弾むんですよ。そうですか、はい、それでスパイクを履いてもギシギシ、まあいうような感じの人工芝だったんですね。あ、まあ、その時の人工芝は非常に悪かったですよ、うん、その人工芝をもう今キャンベルパークですか、今、はい、名前変わってますけど、今天然芝になってますよね、はい、だから、まあ、今日本のこの人工芝の材質は非常にいいんですけど、ね、やはり腰とか足に負担かかりますね、それが今故障の原因にもなってるんじゃないですかね、アメリカはだんだん少なくなってますけどね、はい、アメリカの方はこう逆に天然芝の方に切り替えて、そうなんで す、ね、まあ、日本はどうしてもそういう手入れとか、そういうことの関係で以上、まあ、人工芝にするんじゃないんですかね、まあ、プレイヤーとしては本当は天然芝にしてもらいたいということは本音じゃないんですかね、さあこれは候補柳田取りました、何かこう福岡大英ホークスのベンチにちょっとね、はい、余裕がちょっと余裕が出てきましたね、ファックスでいろいろこう質問や応援メッセージなどをお寄せいただいておりますが、また後ほどいろいろと他のファックスなどもご紹介をさせていただきましょう。バッターボックスには酒井が入っています。スコアが5対3、4対3というスコアでできればこの5回6回を抜けたかったんですが、1点さらに追加点を取られてしまいまして、千葉ロッテマリーンズは2点を追う攻撃です。若田部も非常にいいリズムで投げてきましたね、はい、やはりこの辺りが昨シーズンとは違うところですよね、はい、投げるときですね、はい、本当にティークバックが非常に小さくなったですね、それで左肩の開きが少なくなった分、はい、コンパクトに腕が振れるようになりましたよね、あれは少しオーバースイング気味にちょっと手が遅れてきましたけどね、はい、これはセンター前です。今変化球をうまく打っていきました。しかしピッチャーのフォームっていうのはこれほんの少しこう変えるだけで全然違ってくるんですね、はい、全然違ってきますね、バッターからも見にくくなるし、はい、それだけ長く持てることもにもつながりますしね、はい、やはり150キロの球でも左肩が開いてボールが早く見えるようになると打ちやすいんですよね、この見える分タイミングが取りやすくて、はい、やはり長く持ってバッターに見えないように、はい、140キロぐらいで十分ですよね、さあランナーが一塁に出ました。酒井がセンター前ヒットを放ちまして、そして諸角です。ちょっと初球を悔しそうな表情をしましたが、まあ、自分も生きようと思ってセーフティーやったんでしょうけどね、ちょっとバットに当たりませんでした。さあこの酒井諸角のコンビでチャンスを作って、そして小坂内野ゴロでも一つ安打が記録される可能性がありますし、そうするとこの大村初芝ボールいくと、はい、ね、ランナーを置いて迎えたいですよね。もう結構ランナー貯めたいですね、はい、どうだ、逆になった、二塁は間に合った、セーフ、一塁はアウト。酒井が今ちょうど走っていきました。ショートが一瞬こう
ベースカバーに入りそうな形で打球が左へ飛んでいきました。ゲッツーにはなっていません。ランナーは2塁へ進んでいます。さあ2塁にランナーを送ってこういうチャンスで点数を取っていかないと、もう若田部の術中にはまってしまうというふうになりますよね。そういうことなんですね、やっぱりあのホームランだけの得点ですからね、はい、あのピッチャーとしては楽ですよね。やっぱこういうところにタイムリーを打って得点しないと追い上げできないでしょうね、はい、今日の千葉ロッテマリーンズにとってはランナーを2塁に送ったのはこれが2度目。一番最初の時にはスリーランホームランが生まれました。まあ、それだけ若田部が1回以外はいいピッチングを見せているということになりますね、はい、もう非常にいいピッチングをしているということですね、はい、ワンストライクワンボール。さあ小坂どんなバッティングを披露してくれるか。ファールボールです。千葉ロッテマリーンズと福岡ダイエーホークスの8回戦、7回戦終わった段階の成績は3勝3敗1つの引き分け。昨日がこの1つの引き分け、今シーズンパリーグでは初めての引き分けだったんですが、まあ、この両チームは今のところ5分の成績で1位と6位という成績がついています。今シーズンはホームで強い千葉ロッテマリーンズ、まあ、勝ち星負けた、まあ、数とそのあたりを比べますとホームでの方が試合数は勝っています。あーっとちょっと中途半端なスイングになりました。結局ランナー2塁からホームへ迎え入れることはできませんでした千葉ロッテマリーンズ。5回の裏無得点に終わってスコアは5対3、相変わらず福岡ダイエーホークス2点のリードが続いています。